はい、それじゃあ続きでどんどん撮っていきましょう。よし、さてボスのところへ、あったあったあった、いたいた、移動するよ。さーて今回のメインターゲットは、おお、花火の風、ここにおったんか。はい、こちらの仕事はすでに終わりましたので、まあこれここは読まんでいいわ。かなりの戦力だな。これはメインターゲットは結構な大物やで。おほ、性別がわかんねえ。まあいいや、普通に読もう。貴様の、私の命を奪う不義の輩からか。いくらでもかかってくるがいい。だが、死ねなき合いまでは私は倒せんぞ。シンクロレイジン射精 RP。お前が噂のテーマ具合やか。いきなりで悪いが死ぬもの。お前を倒せば、ギャラががっぷりがっぷりやね。逃がすわけにはいきません。ここで終わらせましょう。俺が手を挙げまいやと一騎打ちをする。この任務はそろそろ俺らのもんだ。俺のもんや。みんな欲張りが入らんよ。追撃してくれ。バシッバシッ。うっふぅ。なんや、初代ギルティギアのボスみたいな。攻めの一手。おーほう、向こうの方が早い。へいへい。あは、どこぐらい400食らうの、強ない。あは、あは、おお、ちょっとやばい。ちょっとやばい。ちょっとやばい。あはー。回復が意味ない。あはー。あはー。ちょ、回復追っつかへんの、これ。あ、間違えた。わお、わー、これはつれえな。これしよう。あはー、おお、助かったぜ。うん、ハソン解除。うわぁ、よっしゃい。うぅ、防御力上げよったね。うわぁ、なんか切れても切れんでもあんまり変わらん気がすんねんけどな。うん、うん、
せいや。うわあ。まあ自己修復しない分だけマシだな。あはあ。うわあ。うわあ。うわあ。おい、これやばいんちゃうの？これやばいんちゃうの？これやばいんちゃうの？よっしゃチャンスターンやったうわぁおい、さっきからずっと声繰り返し続けちゃうかっ絶対絶命おぉ間に合うたそうじゃ済んでねえよでりゃおう、うんうふんうふんしかしやっぱり相手もタフだなおうあはっおっしゃーやるな、こいつ。タイヤー滅び、だが正義の剣はここで折れるほど無駄食えない。貴様のような不届き者を倒し、混沌の鍵である行動自由を撃滅するのだ。いきなり義とか言い出すからもしかしてと思ったけど、やっぱりこの手の人間やったか。で、その夢とみんなの秘密にどういう関係があるんや。各組織の情報を統一国家に伝え、組織間の対立を煽り、消耗したところを我らの統一国家が叩く。それ、これでコード J からは争いがなくなるやろ。統一国家やと？何言うてんの？このコード J を一番必要としてんのは他でもないそいつらやねんで。悪人だの、犯罪者だの、反逆者だの。自分らにとって都合の悪い連中をここに押し込めて自分らだけ綺麗になったつもりで嫌がんねん。そんなやつの手組んでみろ。あっという間にポイのポイやで。第一お前はコード J の人間やろうが、ここを潰したって今さら日の当たる道は歩けへん。太陽上にするためには私はの障害が必要だ。裏切られた程度で諦めていては何も成し遂げられる。それに私は統一国家も打ち倒すつもりだ。臭い者に倒して偽りの平和と戦ってるだけの共存を歌っているだけの張り持てなど必要ない。要するにお前全員敵や言うたんやな。キムカファンみたいや。言いたいことはわかるけど、やり方が回復する、解禁になって嬉しいのは女だけ。それに今の世界もそんな言うほどひどないと思うで。臭いもんがそこら中にぶちまけられるよりマシやろ。無限に入るクズ角の中にもない。取り返しがつかなくなってからでは遅いのだ。今この瞬間にもどっかで理不尽な死を迎えている者がいる。早急に立ち上がらねば革命の火は消えてしまう。知っているか、数千年前とある国で大きな戦乱があった。弱みだ連続とは。あ、三国志ですやっぱりかそのうちの一つ諸君は帝という最高権力者を
長女と小長と数千年以前の国間を取り戻すために戦ったのだ。今世界に必要なのはそれなんや。上辺だけ仲良しごくでなく、真の平和と秩序を実現するための小長たる存在が。内容はともかく意気込みは素晴らしいな。お前みたいなやつもおらんと既得権益にしがみついた連中の天下になってもらう。ただお前の理想のために俺の組織が踏み台されるのは気に食わん。やっぱり今のうちにさっぴらかしてるもの。よかろ、それもまた死ね。あれはなんだ。ではいつかから外交官を乗せた特殊音速機や。もうすぐ交渉が始まる。我が大義の第一歩や。待ちやがれ。よし、その損傷で私を倒せ。横浜ランドマコタまで来るがいい。私はそこで待っておる。貴様に何にも譲れぬ信念があるならばだがな。また会おう、三つ剣、三つ刃よ。俺の正体知ってて黙っとったんかいな。食えへんやろうよ。男だからな。しゃあない。一旦抜くで、滅びの風。あれ？おらんがな。攻略成功。ほいほい。ランク S。ハイスから更新されましたと。でまずは戦火砲かな。ピークス。ほいほい。トロヤノフ。後人ってそうか、後人か、読み方。おーおいおいおい反サイボーグ。まず購入かな。リペア線をまずすべて打っておこう。そして E タンク100も打おう。代わりといってはなんだが、このリペア、リペア2500、そして E タンク250。ほいほいほい。機動力を強化、これ欲しいな。機動力欲しいな。世代ゴール。世代ゴール。あんまり売れねえな。よいしょ。オッケー。はいよ。
さあ戻ってきたぜ。さあ装備しよう。うん、ガードが見えた。防御力が低くてな。お、スキル、スキル。はいはい。2500。レベル3。よし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 。よし、これでいいや。あんまり武器合成はしなくていいや。こいつは変わんねえのか。とりあえずセーブしよう。よし、行こう。港未来中枢区。敵の精鋭が駐屯している区域。港未来中枢区。はいはい。内通者入るから先に行こう。よし。おい、探索ポイントだ。あ、こっから行けねえ。なんもねえ。おう、なんも行けねえ。あ、こっち行けねえ。おい。よし。おめえはどんなスキル持ってるんだ。合法着服ってやつが欲しいんだろうな。なんかそんなにかい。この方が早い。さて、どこに逃げたかな。オーパーツ。お、探索ポイントだ。
よいしょ。お、完全修理セットが手に入ったんだけど、なんもねえ。おう、来た来た来た。まあ、一個しかない。うるさい。いらねえ。ウィンドウェイ。王者トゲの剣。お前ら死ぬ存在や。あは、あは。ちょっとやばそうだな。やってみよう。これで頭数が減らんかったら、じゃあ減ったー。おお。君たちに付き合っている暇はないんだ。来た。合成色が手に入らないな。そう。なんか欲しい時に限って出てこないんだよね。残り1個か。くそー。なんか行動制限多いな今回。
っち。あれ、内通者はどこに逃げた？なんかマップが分かりづれえな。ここら辺に探索ポイントあった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 よあったよ。くそ、合成色手に入らなかったね。おっ、来た。試し撃ちするか。いや強いね。よし、あとはもうお前って横切れば。なんだお前もいたのか。よし、今度はこっち試し撃ちしよう。おおおお、防御しちゃダメだろ。まったく。まだいるのかい。まあ余ってるし、これ使おう。ふざけんなこの野郎。あら、効かなかった。もう一回か。あはー、あ、死なない。まだおんのかい。まったくめんどくせえ。
ああ、めっちゃ長かった。閉鎖ゲート開放でよ。はい。というわけで今回はここで終わります。それでは皆さん、ノルリオス次回へ続きます。